い、皆様こんばんは。はい、 M2 モンスター17回目始まりました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。47期生の小久保美希です。よろしくお願いします。はい、本日はですね、美里ちゃんが、お休みということで、私小久保お留守番の回となります。ちょっとあのいつもだったらね、こういろいろと美里ちゃんとの会話があるんですけども、今日はちょっと一人で1時間配信していきますので、皆様コメント欄などにどんどん質問などぜひお願いします。ちょっと一人で緊張してますんで、今日はちょっと表情が硬いかもよろしくお願いします。Facebook などでですね、Facebook などででも、質問をいただいたので、それに、それも答えながら、あといろいろとまだいろいろと喋りたいこともたくさんあるので、それもちょっと喋りながら1時間、お楽しみいただければと思います。ちょっと一人なんでね、ちょっとカミカミかもしれません。許してください。はい、早速スパチャいただきました。内山さんありがとうございます。久保田さんこんばんは。私は久保田さんじゃありません、小久保です。そうなんですよ、昨日ちょっと久保田さんネタあって、昨日ジョイナスボールに新しく入った新人のバイトくんがいまして、仕事終わりに久保田さん、すごい真剣な目で、久保田さん僕 YouTube 見たんですよみたいな、え久保田さんみたいな、え誰みたいな、え私のことって聞いたら、はい久保田さんですってすごい真剣に言われたので、ちょっと最初突っ込めなかったんですけど、え私小久保って言うよって、小久保って言うんだよって言ったら、すみませんみたいな、もうすごく悲しそうな顔してたので、皆さんもジョイナスボールに来店された時に新人のバイト君に小久保だよってぜひ教えてあげてください。だと私も小久保だよって2回ぐらい言ったんで、多分覚えてくださってると思うんですけども、声かけてあげてください、お願いしますわーすごい、早速スパチャがたくさん。コメコメさん、こんばんは。こんばんは、スパチャありがとうございます。すごい、いっぱい、皆さんすごい、すごいすごい。井浦さんも、一人で配信お疲れ様です。スパチャありがとうございます。お、まっちゃんも、ありがとうございます。くぼった、てんてんてん。いや、国母くんお疲れ。はい、私は国母くんです。スパチャありがとうございます。すごい、すごい、すごいね。お、古川さんからも、ライセンス番号でスパチャいただきました。ありがとうございます。大久保さん、こんばんは。だから、国母だよ。国母ですよ、私は。はい。じゃあ、早速、ちょっと Facebook でも質問いただいたので、Facebook のちょっと質問から、あ、そうだ。近況報告、いつもしてますよね。ちょっと一人だからグダグダかもしれないんですけども、見てください。近況報告と言いまして、私、髪の毛切ったんですよ。結構15センチぐらい切ったのかな、このぐらいあったのをバッサリ切っちゃいました。どうですか、どうですか、すごいすごいでしょ。結構切って、色もフェーズ3色だったのがちょっとグレーに、ちょっとホワイトっぽく、下はホワイトっぽくしてもらって、上はちょっとグレーにしてもらいました。似合ってますか、どうかな、似合ってる似合ってたらコメントしてください。質問とコメントたくさんそうなんですよ、ちょっともう夏なんで、ちょっと髪の毛もね結構いろいろいじりすぎたんで、ちょっとさすがに切らないとなと思って、もうバッサリと言ってしまいました。美容師さんにも、えそんなバッサリ言っちゃって大丈夫なのって言われたんですけども、もう思いっきり言っちゃってくださいっていうことで、もう久しぶりのショートではないけどミディアムっぽい感じ、ミディアムっぽい感じで仕上がっております。どうですか、ぜひまたね、チャレンジマッチなので、皆様私の髪の毛の短さを拝見していただければと思います。はい、ということで、近況報告はこれぐらいかな、これぐらいなので、ちょっと Facebook の質問をちょっとちょこちょこと答えていきたいと思います。イエーイ。はい、まずですね、質問、じゃじゃん、コントロールをつけるにはどうしたらいいですかということで、質問をいただきました。ボーリングでですね、コントロールをつけるにはどうしたらいいですかっていうコメントをいただいたんですけども、まあ私的には、まず、
フォームを安定させることかなって思います。フォームを安定させた上でのコントロールプラス、あとちゃんと投資、自分が投げてる投げたいところを絶対ボールが手から離れるまで見ることだと思います。結構初心者の方に教える時とかでも、なんだろう、ちゃんと投資位置、まあ、右から2番目だったり3番目のスパットをボールが手から離れるまで絶対ずっと見ててくださいって、もう目が乾くまで見ててくださいって結構言うので、もう絶対見ることと、まあ、フォームを安定させることは、まあ、大事だと思います。コントロールつけるには OK。 はい、次2本目、天秤を飛ばすコツ。天秤を飛ばすコツ結構難しいですよね。天秤って結構ずっと残ってたりするときに、あれどうしよう、ボールかな、レーンかな、移動した方がいいかなっていうのもたくさんあると思うんですけども、まあ、私は、まあ、1番3番、まあ、1番3番の入射角度とかがやっぱり甘く感じて、まあ、天秤が残ったなーって、あ、天秤が残るなーっていう風に、まあ、感じたら、まあ、ちょっと板、まあ、何枚か板こうある中の自分の立ってる板より、まあ、半枚から1枚、まあ、ちょっと多くて 2,3 枚、まあ、動く、まあ、外に、まあ、右側ですね、私右投げなので、まあ、右側にそのなんだずらし 外に立って私は投げるようにしてるかな。あとボールのやっぱリアクションで、その、まあ、天秤が飛ばない、ちょっとボールがなんだろう、オイルがなさすぎるとこに到達して球がちょっと死んじゃってリアクションが悪くてっていう時は、まあ、ボールチェンジだったり、あと、まあ、私がよくやるの手前を少しポンってロフトさせるっていうのをやってます。もしそれで飛ばなかったらもう私は我慢ですもう我慢してます。はい、次3本目、結構サク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 いってるんでちょっと1時間持つか心配なんですけど3本目、師匠にはどんなことを教わっているのっていう質問をいただきました。そうですね、私の師匠は結構皆様知ってるかもしれないんですけども、遠藤誠プロで2年ぐらい今教わってるんですけども、本当多分私の初期を知ってる方とかはもうだいぶ2年で変わったと思います。本当に考え方だったりボーリングスタイルだったりって本当変わったので、まあ、師匠には今あのトレーナーさん、あの師匠と同じトレーナーさんがいらっしゃいまして、そのトレーナーさん含め、まあ、体の使い方、まあ、ボーリングこう構えて、まあ、投げるまでの動作に動作までの体の使い方、まあ、体重の乗せ方だったり、まあ、どうしたらいいんだろうっていうのをいろいろ相談させてもらってて、あとまあボールだったりレーンのアジャストの仕方だったり、あとボールの性能とかも結構やっぱ聞いてて、まあ、そういうので勉強しながら、まあ、師匠にそういう感じでボーリングを教わっております。結構遠藤プロのやっぱレッスンってすごいやっぱり分かりやすかったり、なんでやっぱその人に合ったレッスンの仕方というか本当に丁寧に分かりやすく教えてくださると思うので、ぜひ皆さんも遠藤プロに教わってみてください。絶対上手くなりますよしたら遠藤さん、あ、すいません、遠藤さん紹介してますたくさんはい、次4本目、結構サクサクいってますけども、あ、その前に、じゃじゃん。お、田上さんからスパチャいただきました。ニキプロ、髪型めちゃくちゃ似合ってます。かわいい。ありがとうございます。スパチャありがとうございます。いえ、似合ってますか？お、高野さん、こんばんは。浜松から応援してます。ありがとうございます。すごい、高野さん。今日は、なんか私の、なんだろう。私の親の会社の、従業員さん総出で今日は浜松から見てるそうなので、先ほど母親と電話してたんですけどもみんな総出で見てるみたいなので、たくさん1時間ねよろしくお願いしますはい、じゃあ4問目ちょっといきたいと思いますね。はい、投げるとき常に意識してること。そうですね、投げるときに意識してることは、私基本的にアプローチだったら、まあ投資位置とかっていうのを見てもパパッといくタイプなんですけども、構えてる時かな、構えてる時に、まあ、自分の、まあ、体重がしっかり足両足に乗ってるのを確認してから歩くようにしてます。なんでかっていうと、やっぱり足がちょっとふわふわした状態で
投げに行ってしまうとバランスを崩したりやっぱしてしまってやっぱ嫉妬が増えてしまうので、嫉妬をしないためにもそのなんだろうな、構えてる時にもうしっかり自分の足に体重を乗せてからもう投げるようにしてますね。少しでも嫉妬を減らせるように、皆さんも、ね、体の位置とかによってやっぱり体重のやっぱかけ方だったり体重のかかり方っていうのは違うので、ぜひ皆さんも試してみてください。これぐらいかな。とりあえず今皆さんね、ちょっといろいろと質問答えてみましたけども、ね、こっちの質問も答えながらちょっとねやっていきたいと思います。その前にちょっと M のコップでジュース飲みたいと思います。今日はゆっくり配信しておりますので皆様よろしくお願いします。すごい結構コメント来てますね。こんばんはこんばんはって、一人で配信。お、大久保 P じゃなかった、小久保 P こんばんは、小久保です、こんばんはこんばんはこんばんは。すごいすごいいっぱい来てる。そういう時は小久保だよって突っ込んでください。そうですね、え、でも思わず小久保だよって突っ込みましたよ、小久保だよってちょっと、ちなみにね、その子もやっぱりちょっとね悲しい顔してたのであんまりちょっと強くは言えなかったんですけども、小久保だよって突っ込みました。はい、はじめまして、同い年です。自分もゆうすけ大好きです。特にレモンが好きです。お、ゆうすけ好きなんですね。私も小学校6年生から現在まで、まあ、ちょっと、まあ、韓国に浮気した部分もあったんですけど、まあ、でも全然その頃もライブとかも行ってたりしてたので、なんだろう、もう6年生からだから、え、いつ中1中2中3高1高2高3あれ18 19 20 21 22 23 24 25、あれ何個数えた ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 わかんない。13年ぐらい好きです、多分。13年ぐらい。もう、ゆうすけが、なんだろう、ヘキサゴンに出る前から私好きだったので、多分かなり初期のファンです。はい。こんばんは。何年か前、北海道のドゥーリーグに来る予定が台風で来れなく、残念でした。今度またぜひ来てください。はい。ぜひ、機会があればぜひよろしくお願いします。こんばんは、浜松から応援してます。ありがとうございます。お、似合ってる、かわいい、似合ってる。お、ありがとうございます。結構好評、好評、好評。ミキね、メガネ取れば完璧。メガネも取らなくても、メガネを取らなくても、メガネを取っても完璧。怒られちゃうね。はい、昨日見た。そうですね、秋秋さん、昨日ね、スルギプロのチャレンジが、ジョイナスボールであったので、その時にお会いして、一足先に見てますね。はい。国語プロばっさり。そうなんですよ。決して失恋したわけとかじゃないんですよ。私の髪の毛がちょっといじめすぎ、私が自分の髪の毛をいじめすぎて切りました。はい。変わったな。あ、雰囲気変わりましたかね。ちょっと女の子っぽくなかった、だかなって思うんですけども。どうですか？いい感じ。お、いい指定コンビ。そうですね、本当に遠藤プロにね2年ぐらい前から教わってて、もう本当にいい掛け合い、もうチャレンジマッチを結構参加してくださってる方とかはいい掛け合い、いい掛け合い、掛け合い、よくチャレンジとか結構してると思うので、ぜひ師匠とダブルチャレンジとかもあるので皆様ご参加いただければと思います。はい、こんばんは、出遅れました、全然大丈夫です。またね、ちょっと最後まで見ていただければと思います。みきさん、明るい姿が好き。そうです、基本的にまあ私明るいので、明るいのでっての言い方変かな、明るい色だったり、まあ、明るいのが好きなので基本的に明るいです。はい。お、5年前遠藤 P に初めてボールを掘ってもらいました。お、どうでしたか、どうでしたか。もうちなみに私も全部レイアウトとかも全て遠藤プロにお任せなので。はい。お、美里さんには聞いた話ですが、国語ミキプロにも同じ質問です。任天堂スイッチ、桃太郎、電鉄昭和、平成、令和も定番11月19日に発売。お、なお早期特典にはダウンロードできるファミコン版桃太郎電、わかんない。
私そうだ、任天堂スイッチとかなんかゲーム系とか全然持ってないんで、また詳しく教えていただければと思います。すいません、分かんなかった。はい、こんばんは。お、そのジュース美味しそう。これね、このジュース何かわかるかな。ちょっと肌色、ピクルスじゃなくてなんだっけ、ピルクルヨーグルト味、ピル、なんか体に良さそうなのでちょっと買ってみました。ピクルスじゃない、ピルクル。ピルクルです。ちょっと飲みます。うん。お、遅れました。新しい髪いいじゃない。ありがとうございます。いい感じに仕上がっております。はい、こんばんは。同じ干支です。そうなんですね。私、イノシシなんですね。え、まっちゃんもイノシシということで。あ、そういうことじゃなくて一回り違いますね。はい、お、原田さん、スパチャ、ありがとうございます。一人でお留守番頑張って、はい、頑張ります。そうですね、いつもはね、美里ちゃんとあの掛け合いしてるので、いや本当に始まる前に大丈夫かなと思ったんですけども、美里ちゃんにも一人で配信頑張ってって、ちゃんとあの多分一人で喋りすぎると飲み物飲むタイミングとかがないって言ってたんで、ちょっと飲み物飲みながらあの頑張っていきたいと思います。美里ちゃん見てるかな。頑張ってるよ一人で。はい、お、ミキピー、すごくフォームが安定して綺麗なフォームですよね。ありがとうございます。でも私も結構フォーム、もう2014年から、あの、2014年プロ入りしまして、2014年から今とか比べるのが全然フォーム違ってて、前から結構フォーム綺麗だねって言われることはあったんですけども、もう劇的に違います。本当に。多分年、ね、2年2、3年ごとに結構変わったりしてて、最近とかだと3ヶ月後に結構変わってたりもするので、結構私のフォームコロ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 変わるので、皆様見ていただければと思います。はい、お、ただしさん、スパチャありがとうございます。ミキプロこんばんは。9ヶ月ぶりにボーリング行ったら太ももが筋肉痛になりました。スパチャありがとうございます。そうですね、久しぶりにね、やっぱボーリングやったりするとやっぱそこに体重とかが、まあ、乗ったりちょっと負担がかかったりして筋肉痛になりやすいかと思うので、アイシングだったりストレッチだったりは、絶対にしてください。よい、はい、ファン歴13年はすごいです。中学校の頃流れて、それから好きになりました。給食に流れる音楽でよくユースケ流れてました。そうですね、結構長いです。私ユースケグッズとかももう実家に山ほどあって、ほんと片付けられないぐらい、もう結構ファン歴長いです。確かにね、ユースケ結構今でもね、あのなんで有線とかで、ね、流れてたりもするので、まあ今、まあ、最近まだ曲出してないのかな。あ、野球で出したのかな、野球のテーマソング多分出してたかな、出してたりするので、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい、M2 ではミサトピーと組んでますが、ミサトピー以外の女子プロと組んで番組するとしたら誰と組みたいですか？そうですね、基本、まあ、ミサトちゃんやっぱり仲いいですし、あと仲いいプロ、マイヤルミちゃんだったり、やっぱ星野エリさんだったり仲いいので、そうだな、やっぱ喋りやすいとこでいたらやっぱりルミちゃんだったりエリさんかな。はい、こんな感じです。お、国母くんシャミー届いた。国母くんシャミー届いた。あの、私のシャミーで吹くとストライクが出ます。はい、可愛いミニオンが4人いますね。そお、私私 1,2,3 人、これあの誕生日の時にあのお客様にミニオンセットでいただきました。ありがとうございます。はい、質問です。もし野外にレーン、特設レーンがあったら投げてみたいと思いますか？そうですね、野外どうだろう、夏とかだとすごい暑そう。でも投げてみたいですね。なんか外でボーリングっていうのもなかなか味わうことがないんで、もしあったら投げてみたいです。はい、あ、そらそらさん、配信お疲れ様です。そうですね、前回もうスパチャいただきました。ありがとうございます。はい、11月に6校でトリプルチャレンジですが、まあ強制いやいや参加できるように休み取らないとな。そうですね、佐々木さんは、チャレンジ、私が関西行った時は強制的に参加してください、お願いします。はい、現在利き腕骨折中です。完治次第チャレンジいきます。あら、大丈夫ですか？そうですね、怪我の、ね、怪我最中はあの無理せずに休養を取って
治ったらぜひ楽しくボーリングできればなと思いますのでお願いします。はい、容姿が綺麗な人はフォームも綺麗ですよね。私のことかな。ありがとうございます。はい、最近の国語プロは遠藤プロと同じフォーム。そうなんですよ。決して真似してるわけじゃないんですけど、なんだろう、やっぱ師匠の投げ方をやっぱ常に見てるので、多分それがもう私の中でも多分定着してるのか、もうそうなっちゃうんですよ。もうたまにエンドフルのフォーム真似しますとかってやってるんですけども、球は全然似ないんですよ。球は全然似ないんですけども、その前の動作は結構私クオリティが高いと思うので、ぜひチャレンジマッチとかで見ていただければと思います。怒られるかな。はい、国防さん初めて会った時より雰囲気変わりましたね。ヘアスタイルもとっても似合ってます。ありがとうございます。お、初めて会った時はどうでしたか。初めて会った時の雰囲気、ちょっと女の子っぽくなりましたか。はい、次、ヤクルト系の飲料ですね。ミキピーはストーム系のボール使われてますが、コアとカバーでこれといい、これコアとカバーでこれいいというのはありますか。はい、そうです、これヤクルト、ピルクルヤクルト系美味しいでございます。そうですね、私ストーム系のボール、まあ、ストームハイスポーツさんが結構基本的にメインで持ってまして、まあ、やっぱりコアとカバー、そうですね、まあ、最近どうかな、相性的に言うとカバーで好きなのは R2S だったり、NRG 系だったりっていうのが好きですね。コアだとアトミックとかラド4とかも、まあ、コード系とか、その、まあ、フィジックス系の、まあ、コアが結構好んでおります。はい、北海道地名クイズ、なんて読むかな、読めるかな。そうですね、漢字は結構苦手なので、合ってるかな、ミウタ。そのまんま失礼しました。はい、私は1971年生まれです。国語プロの生まれた年から引いてみてください。私1995年生まれなので、24かな、計算合ってる、計算もちょっと数字苦手なのですいません。おまわ、帰宅しました、今から見ます、ありがとうございます、お仕事お疲れ様です。今日はちょっと神谷さん、みさとちゃんがいないですけども、最後まで見てください。はい、ミキティこんばんは、今日は初めてのお留守番だね。そうです、初めてのお留守番です。もう最初本当ドキドキして緊張してたんですけども、ちょっとだいぶちょっとコメントも読むのも慣れてきたかな、なんて言ったかな、ミキプロの元気で、あっつ漢字が読めない、あっつさん吹っ飛ばそう、吹っ飛ばそう。でも結構私今ちょっと暑いです。エアコン結構今ガンガンにつけております。結構配信の時ってすごいよく喋るから、もう汗とかがすごくて常にエアコンガンガンです。これからリーグ投げるんで、後でゆっくり見ますね。お、片桐さん、後でゆっくり見てください。アーカイブからもね、ぜひゆっくり見てくださいね。お、いっぱい書いてある。お、そうだ、今だいぶ読んだかな。今夜はちょっとイメージが、相川さん、え、ちょっとイメージが大人っぽい、子供っぽい、綺麗系、可愛い系、どうですか。はい、こんばんは、髪似合ってます。国語 P のここだけはミサト P に負けないぞというところはありますか。ここだけはミサト P に負けないところ、どうだろう、ここだけ、ここだけ、物事はっきり喋るとこかな。結構私ズバって言うことが多いので、あ、でもどうなんだろう、そこ、そういうかな、はっきり物事は喋る方だと思いますかな。シードプロになった時、先輩プロや周りの方から祝福以外で言われたことは何かありましたか。そうですね、初めて去年シードプロ、第一シードプロになりまして、やっぱりそのシードプロに、なんだろうな、なる前からも、そのやっぱ練習
だったりとかはやっぱきちんとやっぱしなきゃ、これからやっぱり長年シードプロになるためにも練習だったりとかはこれからの勉強だったりとかはしっかりしなさいとか、やっぱ秘書としてもなんだろう、そのなんていうのかな、まあやっぱ周りはやっぱりよく見たり人のために今やるんじゃないですけども、なんていうのかな、人になん難しい、結構難しいんですけども、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、私結構言葉がちょっと下手なので出てこないんですけども、とりあえず真面目に真面目にやっぱシードプロになったからといってそのこうなるんじゃなくて、そのなんだろうな、常に人に感謝しながらやっぱ周りの環境に感謝しながらやっぱやるっていうのは大事だと思うので、それはこれとも心得ております。はい、ほい、こんばんは、またジョイナスボールに行きます、ミキプロのレッスンも受けてみたいです。お、そうなんですよ、あ、またそうなんです、またじゃない、8月の、20日と26かな、26日に初めてジョイナスボールで私の教室をやるんですよ。私の教室、その定員が10名で切られてるんですけど、なんだろう、まあ、その一人に合った個人レッスンみたいな感じでしていくので、ぜひ皆様お時間あればジョイナスボールにレッスンしに来てください、お願いします。はい、答えはビバイです。呼びません呼びませんでした。イメージが大人っぽいかな。お、大人になりましたか。そうですね、もう25歳になりまして、ちょっとやっぱりね、ちょっと落ち着いた大人女子になろうかと思いまして、ちょっとまあでも落ち着いてないって言われたんですよね、この色はこの色落ち着いてないって言われたんですけども、自分の中では真面目になったつもりです。はいはい、あ、スパチャ来ました、高野さんありがとうございます、スパチャありがとうございます。アマビエさんのユニフォーム着てチャレンジできるの楽しみにしてます。はい、そうですね、ちゃんとアマビエさんのユニフォームを持ってお渡しするのでお願いします。はい、年々成長してますが次の目標は優勝が見たいね。そうですね、やっぱりもう日々、まあ、今もう練習だったり、もう日々練習と勉強、練習勉強練習勉強なので、また優勝というチャンスがあれば私も優勝したいなと思いますので、皆様応援してください、お願いします。はい、すごいいっぱいいっぱいコメント来てますね。最初大丈夫かなと思ったんですけども、本当ありがとうございますはい、ここでですねちょっと宣伝なんですけども、いつだったかな、7月頃に M2 モンスターの T シャツを販売したと思うんですけども、出るかな、下に M2 モンスターの T シャツ、皆さん買っていただきました、ご購入いただきましたか私もね、あ、出るかな、私もですね届いたらね早速皆さんと揃えていきたいなと思うんですけど、あ、出た M2 T シャツかわいいです、両方ロゴかわいいですよね、かわいい。はい、M2 T シャツなんですけども、まだ若干ではございますけど、まだ在庫があるみたいなので、ぜひ皆様ちょっとサイトを確認していただいて、ちょっとそうですねサイズだったり、確認していただいて、T シャツちょっとご購入、まだ買われてない方ぜひ1着2着ご購入いただければと思いますのでお願いします。私もね届き次第着て皆様にお見せできればなって思うんで、ぜひよろしくお願いします。ちょっと M2 T シャツ宣伝もう結構いいですよね、黄色で、もう私とね美里ちゃんのイメージカラーっていうのかな、番組のイメージカラーの黄色に合ってて、モンスターちゃん M2 ちゃんも可愛く、本当すごいですよ、可愛いですよ、ボールが M2顔になってるんで可愛くないですか。早く私も着るのを楽しみにしてます。皆さんはいつ頃届くのかな、もうそろそろかやすばチャンネルの T シャツなんか届き始めたっていうのが Facebook で私もチェックしてたんで、 M2 もそろそろかなと思いますんで、ぜひお願いします。京曲げチャンネルでした、かやすばチャンネルはありませんでした、すいません。はい、お、すごい、
今106名の方に見ていただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだそうだそうだ、よいしょ。はい、そうだな、今コメントをざっとちょっと読ませていただいたので、またちょっと Facebook の質問があと数個あるので、そっちにも答えていきたいなって思います。はい、印象深い試合は、悔しかった試合は何ですかっていうことで質問いただきました。ありがとうございます。そうですね、私の中で印象深い試合は、まあ、準優勝した東海オープンなんですけども、自分の中の激アツシーンがあって、激アツなとこがとそのセミファイナル、その、まあ、優勝決定戦の前のセミファイナルなんですけども、そのセミファイナルの点フレの2投目にストライクが来ないと、その自分が点数的に負けてしまう場面だったんですね。だけどその点フレの2投目でストライクが来た時の、もうほんと激アツな、まあ、ガッツポーズだったりとか、多分すごい多分してたと思うんですけど、その時ってもう声援も後ろからすごくあのしていただいて、もうそこが私の中で、まあ、印象に、まあ、残る、まあ、試合というか、まあ、場面なのかな、場面ですね。本当に今までの自分だったらなんか持ってこれない自信とかの方が多分強かったと思うんですけども、やっぱりその年の順位戦がもう全然やっぱりダメで、すごい悔しくて、もうその年に絶対第一シードになりたいっていう気持ちが強すぎて、もうやっぱ限られるやっぱ試合、そのロッコークイーンズさんとその MK さんが出られなかったので、もう本当に東海オープンでの思いというか、やっぱ試合で上位に行きたいっていう思いが強すぎて、なんだろう、もうその時にすごい自分がちょっとメンタルが成長したなっていう感じた場面でした。本当激アツ。ぜひまたあのね、あのなんだろう、そのシーンとかが残ってると思うので YouTube でぜひ見てください。はい、悔しかった試合は基本的に私も一試合一試合本当に全力で行ってるので、やっぱ上位にやっぱ行けなかったり予選落ちだったりってした時はもう全部悔しいです。もう本当に泣いてますそのぐらい悔しいです。はい、あ、これはちょっと面白い質問だったんですけど、私一人の配信を心配している人はさて何人いるでしょうって質問が来ました。え、皆さん心配してませんでした私多分今あの視聴者あの111なんですけども、多分半分以上はあの心配してると思います。どうだろう、心配してないのかな。心配してる方はコメントお願いします。はい、はい、あとモチベーションを上げる方法はっていうので質問いただきました。はい、そうですね、私のモチベーションを上げる方法はまず試合が、まあ、まあ7月とかに7月とかなんだ、まあ、試合があったとしたらその後に楽しみを作ることですかね。まあライブだったりとか、そのまあ、基本的に私ライブ行くことが好きなので、まあ、ライブをその行くためにその試合でもう活躍するじゃないですけど、行くためにっても変ですけど、ライブっていう楽しみがあってのあってモチベーション作りながら試合に挑む。結構やっぱ楽しみを、まあ、旅行だったりとかその楽しみを作ることが私結構大事だなと思ってます。楽しみがあるとやっぱ何でも頑張れるじゃないですけども、頑張れると思うので、楽しみを作ることはモチベーションを上げるのにもつながるんじゃないのかなって思います。はい、最後かな、最後になりますね。大会前に必ず食べるものとすることは何ですかっていうの質問いただきました。ありがとうございます。そうですね、大会前に必ず食べるものは、私結構大会の朝に必ずバナナと納豆のご飯食べます。これ絶対なんかなんでかわかんないんですけども、バナナと納豆ご飯は絶対食べてます。なんかそれを食べないとなんだろう、おかしい、なんかその日おかしいというか、なんかなんだろう、それがもうルーティーンになってるんで、必ずバナナと納豆ご飯、納豆巻きご飯だったり納豆ご飯は絶対食べてます。皆さんはそういうのありますか？あとすることですかね、大会前にすることは、まあ、基本的に大会前にすることは、まあ、ボールのホールの調整だったり、
まあ、グリップ削れてるやつとかもあると思うので、グリップの交換だったり、あと師匠とあのボールのなんだ打ち合わせ、どういったボール使った方がいいよとか、どういったボール持ってた方がいいよっていうボールの打ち合わせと、あとストレッチだったりイメトレっていうのはもう絶対やってます。なんかそれがないとそわ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 しちゃうので、やっぱ大会前って不安なこととか、やっぱ大丈夫かなって不安なこととかってたくさんあるので、なるべく不安なことをなくすためにも、もうきっちりやっぱ事前に準備をして師匠とも話し合って大会に行くようにしてます。それぐらいかな。はい、たくさん質問いただいて、で読んでない質問とかもあると思うんですけども、また機会があればね、またこうやって質問コーナーみたいなのしていくので、Facebook での質問本当にたくさんありがとうございました。はい、じゃあコメント戻ろうかな。コメント戻りつつ、ピルクルも飲みつつ、うん、はい、すごいいっぱい。お、どこから読んでいこうかな。はい、同期では浜松の織本プロとは黒縁メガネユニットかと思ってましたが、そうではなかったのですか？そうですね、同期で浜松、同じ浜松、地元浜松で織本プロいらっしゃるんですけども、私そのなんだろう、2014年の時、もう高校から本当に高校を卒業してすぐプロになったんですけど、髪の毛がめちゃめちゃそのなんか刈り上げとかしてて短髪だったので、本当織本プロとなんか似てたみたいで、結構みんなに兄弟じゃないのって言われることは多かったです。メガネのなんだろうな、その時当時黒縁が多分太いやつだったので、そのメガネとかも含めてなんか兄弟に間違われることは多かったです。はい、ミキプロのレッスン受けたいけど20日と26日は仕事だ、何時からですか？20日は確か5時ぐらいからだった。すごい、ありがとうございます、すいません、5時じゃなかった、全然嘘ついてた。20日は木曜日で、7時から8時半までで、26日は水曜日で3時半から5時になりますので、ぜひよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。やったー、よかった。ちょっと間違えた時間教えて、間違えた時、ね、時間に来ていただいて本当申し訳なくなるとこでした、すいません。はい、仲良しのエリプロが今月号のボーマガの表紙ですね、ミキプロも表紙に乗るぐらいの活躍を期待してます。そうなんですよ、星野プロ表紙、もう表紙になった時も、表紙になる前に表紙になるんだよっていうのを話していただいて、もうワクワクして、本当ワクワクして心待ちにしておりました。皆さんノルマは星野プロが言ってたんですけど、ノルマは2冊なので、ぜひ2冊買って保存用とサイン用で星野プロにぜひお願いします。サインも星野プロにいただいてくださいね。はい、そうですね、私も表紙に乗れるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、はい、元気ですさんは見てるかな、はい、元気ですさん見てるかな、見てるかな、はい、こんばんは、みきちゃん、こんばんは。はい、初めて会ったのは19歳かな、あの時は負ける気がしなかったが、最近は勝てる気が、てんてんてん、頑張ります。そうですね、でも私、佐々木さんにチャレンジマッチで勝っ、なんか負けたことの方が多い気がする、次は勝ちますよ。はい、こんばんは、皆さんこんばんは。はい、イエス、愛は地球を救うに多少似てる好評のほらT シャツ買いました、高井さんありがとうございます。はい、来週の24時間テレビではどうぞ出れません。出れません。はい、メムツーモンスターの T シャツ間に合わなかったから別の黄色い T シャツで免許更新に行ってきました、残念。じゃあ次回の免許更新はM2の T シャツを着てお願いします。はい、東海オープンだと地元のお友達や親戚さんの応援もあったり、そうですね、すごいもう声援いただきました、もう本当にありがとうございます、もう地元に愛されてる、ありがとう。はい、お、髪の毛切ったんですね、はい、髪の毛バッサリいきました、似合ってますか。はい、みきちゃん優勝して泣かせてね。ありがとうございます。そうですね、伊藤畑さんの東海オープンの時に
観覧席であの大泣きしてるのがすごい印象的でした。ありがとうございます。心配ないさ、安心していました。本当ですか？ありがとうございます。もう結構私あんまり、まあ、喋ることはすごい好きなんですけども、なんだろうな、人見知りとかも結構するんですよ。人見知りもするし、一人でこうバーって喋るっていうのがなかなかやっぱないので、なんだろう、どうだろうって緊張もやっぱしてたし、どうかなと思ったんですけども、なんとかなりそうだね。ありがとうございます。はい、心配はないが何かやらかさないようにね。そうですね、何かやらかさないように気をつけます。あ、心配でした。あら、内山さん心配でしたか？こんばんは。こんばんは。はい、ジョイナスではキムスルギプロの第2の拠点ですが、スルギプロと初めて会った時から今のような気心知れた関係になるまでの印象、印象に残っているエピソードなど教えてください。そうなんです、スルギプロと私ジョイナスボール、まあ、前はアイビーボール数だったんですけど、このアイビーで会う前に、私が18歳いや違う、中学生だったかな、中学生じゃあ高校生、まあ、中学生か高校生の時に、自分がちょうどその、まあ、キャノンボールさんにいたので、キャノンボールさんで投げ練習してる時に、その時スルギプロがまだ多分日本に来てって言ってたのかな、日本に来て2年とか3年ぐらいの時にキャノンボールさんでお会いして、なんかその時に、まあ自分も韓国好きだったので、あ、韓国のプロがいらっしゃるって、もうすごいなんかもうドキドキ緊張してて、その時初めてそのスルギプロに会って、もう韓国語を一生懸命探して、こんにちはとか、もう今日なんかこんにちはとか、ありがとうございますとか、その言えるけども緊張して喋れないと思ったんで、必死にこう探して、そのなんだろう、あにゃせよとかって言ったのと、なんだろう、その時本当頑張ってねって言ってもらったのが本当印象的でした。中学から本当高校生ぐらいの時に初めて会って、まさかこっちに来て再会すると思わなかったので、本当にもうびっくりです。もう本当にもうびっくりしました。そしていっぱいスルギさんとの写真があるんで、今後ともね、多分いっぱいスルギさんとお仕事することとかもたくさんあると思うんで、ぜひ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 チェックしてください。はい。はい。お、原田さん、スパチャありがとうございます。一人でお留守番楽しみにしてましたよ。ちょっと心配もしてました。はい、ありがとうございます。私の、両親と一緒に見てください。はい。ミキピーお一人様会お疲れ様です。バッチリお留守番できてますね。でもやっぱりミサトピーとお話ししたいのね。そうですね、本当にやっぱ一人で喋ってると、なんだろう、間が持つかなってやっぱすごい思ったんで、やっぱミサトちゃんとやっぱこう会話しながらテンポよくお話ししたい。また来週はね、ミサトちゃんと二人での配信なんで、ぜひ楽しみにしてください。はい、国母ピーの人の配信心配してませんでした。あや、心配してなかった。はい、みきちゃんいつも元気だね。元気な秘訣は何？そうですね、元気な秘訣、美味しいご飯を食べることとか、なんだろう、基本的に好きなことをすることかな。好きなこと、まあ大変なこととかもあると思うんですけども、大変なこともありながらも自分の好きなことをする、それ元気の秘訣なのかな、ちょっとよくわかんないけど。はい、遅くなりました。来月のジョイナスのチャレンジいきます。ますます綺麗になってますね。お、ありがとうございます。待ってます。はい、ボーリングマガジン今日買ってきました。お、ありがとうございます。ノルマ2冊達成しましたか？はい、20時間テレビにちなんで24時間ボーリングかな。センターが空いておりません、24時間。はい、ここまで、放送事故なしで何よりです。あ、そうですね、放送事故ないといいけど多分大丈夫かな。はい、お、鈴木さん、福島でお世話になりました。昼と夜とは別人のようなスコアでしたね。レッスンに受けに行こうかな。ありがとうございます。スパチャありがとうございます。そうなんですよ、初めてあの福島のカラチマボールさんに先週かな、あのお伺いさせていただいたんですけど、昼間がもうプラス全然打てなくて、もうなんだろう、そこしか投げるとこなくて、ボールとかもいろいろチェンジしてたんですけども、もう雨が本当に100、昼の部が180点ぐらいしか多分なくて、もうどうしようと思ったんですけども、夜はもう絶対打たなきゃっていうので970打ったのかな、夜は。
昼は多分600、いや、700か600後半から700ぐらいだったと思うんですけども、夜は別人のように970打ってました。ありがとうございます。はい、わ、巨大なスパチャが来ました。すごい、100円イヤホンさん、ありがとうございます。真っ赤っかだ。はい、最近多忙でリアルタイムで見れなくてごめんなさい。いえ、いつもありがとう。イエイ、すごい。はい、こんばんは、明日の浦和国際ボールさんで初めてお会いできるの楽しみにしてます。ちなみに私は昼の部に参加させていただきます。わ、ありがとうございます。明日浦和国際ボールさんで2周年記念大会にお邪魔させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、こんばんは、こんばんは。はい、美里プロのいいところの質問は終わったかな。まだなら3個でお願いします。そうですね、美里ちゃんのいいとこ3個は、美里ちゃんって基本的に本当やっぱ笑顔、常にやっぱ笑顔でやっぱいることと、周りにそのまあお客さんだったりとか、そのプロに対してのなんだろうな、本当に私すごいっていう、なんだろう、今日はお世話になりますが、多分前回も言ったと思うんですけども、今日はお世話になりますって言って、本当菓子折りを持って、そのプロ、そう、参加するプロ全員に菓子折りを持って行ったりだとかっていうとこと、あとなんだろうな、やっぱ常にまあ私なんだろう、共通してるのはやっぱ元気なとこはやっぱり皆さんもなんか分かってると思うんですけども、元気だね、本当元気、気遣い、あれ私なんて言ったか、3つだよね、言ったよね、私気遣い、明るい、元気、もう本当王道で言うとそこかな。でも後のみさとちゃんのいいとこは本みさとちゃんに直接言いたいと思います。はい、ミキプロのレッスンが受けられる10人の選抜方法を教えてください。私のレッスンは先着10名様なので、電話してください。ジョイナストボールに電話です、お願いします。はい、そんな前からスルギープロと出会ってたんですか。これは初耳。そうなんですよ、結構ね驚かれる方多いと思うんですけども、本当前ですね、私がね本当中学から高校生ぐらいの時にスルギープロと出会ったので、本当にそんな前から出会っております。仲良くさせていただいてます、ありがとうございます。はい、いつか美里プロとの優勝決定戦が実現しますように。そうですね、本当に美里ちゃんと切磋琢磨しながらね、今後も頑張っていきたいと思いますし、どうなんだよ美里ちゃんと優勝決定戦。あ、そうですね、この年末テストも見ました皆さん、アーカイブでマッチテスト、本当はこれヨーロッパだったんですけど、私が間違えてアメリカでやっちゃったやつなんですけど、なんだろう、本当に優勝決定戦になった時の心境とかってやっぱどうなんだろうなと思いますよね。やっぱ同期だし同い年だし、普段からやっぱ一緒にねいたりもするし、まあ、そういうのも含めてなんだろう、緊張は絶対すると思う。でやっぱ負けたくないっていう気持ちもやっぱり少なからずあるし、やっぱその場面で絶対で優勝なんだ、優勝準優勝と決まった時は、でも私が負けた時には絶対美里ちゃんおめでとうってなるし、なんだろうな、なんだ、本当になんと同い年の同期の対決は絶対やばい、緊張が多分すごいと思う。で美里ちゃんはそれも一緒じゃないかなって思います私。はいはい、そうですね、このテストマッチもね、ぜひ皆さん見てくださいね。私この時本当になんだろう、センターの中が熱くて、自分も熱くて、もう汗汗してて、もう全く指が抜けてなかったです。だけど結構タレント方式だとすごく点数がね良かったので、お見苦しいところをちょっとね見せなくてよかったと思います。はい、人見知りって本当ですか。そんな感じなかったです、自分も人見知りです。そうなんです、人見知りってあんまりなんだろう言われないんですけど、なんだろうな、やっぱ初対面は基本的に人見知りします。人見知りするし、やっぱ受け答えによっても、なんて喋ったらいいんだろうっていうことはあります。結構、私が、はい、あ、そうですよねとか、あ、はいってなってるときは大抵緊張してると思ってください。はい、独演会お疲れ様です。もう少しです。頑張ってください。あ、そうか、もう少しなの。全然気づいてなかった、私。私そうですね。あと10分ぐらい。早いですね。私1時間持つかなってすごい不安だったんですけども、なんとか頑張れそう。イエイ。はい、
いつかジョイナスボールに行きたいです。ぜひ来てください。はい、ミキプロのレッスンか教えてもらおうかな、教えてくれるのか雑談で終わりそう。もうきっちり判断してあのレッスンしますんでお願いします。はい、ミキプロ、お肌綺麗です。何か秘訣ありますか？連日マスクつけて仕事しているから、私は肌荒れが、肌荒れしてしまって困ってます。いや、もう全然私もやばいです。マスクをやっぱり常に、ね、外出とか仕事中もやっぱマスクつけることってやっぱり多いので、まあ、基本的にマスク姿で、外に出てるので、なんだろ、やっぱここにやっぱりニキビだったりとかがやっぱできるのはすごい多いです。顔も今化粧で隠しております。でも基本的にやっぱり乾燥させないことかな。なんかやっぱり私韓国の化粧水使ってるんですけども、ちょっとそうだあるかな。これだ。今近くにあったちょうどこのエチュードハウスさんのこの今化粧水使ってるんですけども、これ結構おすすめで潤いがすごいやっぱあって、あとなんか持続性の潤い感があるのかな。持続性の潤いがあって。あと、なんだろう。なんて言うのかな。匂いが素敵。匂いが素敵です。これ結構めっちゃおすすめ。この、モイストフルの化粧水です。この韓国のやつおすすめです。ぜひ使ってみてください。はい。今ちょっと化粧品 YouTuber っぽかったね。化粧品紹介 YouTuber っぽかった。はい。あ、酒井さん、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ミキプロソロ配信お疲れ様です。SNS でたくさん投稿見てます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。そうですね、SNS 結構 Facebook、Twitter、Instagram で結構最近更新率高めだと思います、私。Twitter とかも結構やっぱり投稿してること多いです。インスタのストーリー最近ちょっとハマってるのか、ストーリーも結構投稿してるので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。はい。ラウンド1のライブチャレンジでないのかな、あったら出るのに。そうですね、今ラウンド1さんのツイッターでなんかなんだろうな、今で出たいプロ、じゃ投げたいプロを引用リツイートしてなんか書いてくださいっていうキャンペーンだったかな、んでなんかサイン付きのとかもらえるキャンペーンが今多分やってると思うので、ぜひ引用リツイートで国語ミキプロって書いてください。皆さんお願いします。ラウチャレ投げたいはい、スルギプロは辛いものが好きだと思いますが、辛口な会話もされますか？辛口な会話でもそんなことないですよ。スルギプロ基本的に優しいのでそんなことないです。はい、でもスルギプロの私青唐辛子をバクって生で食べたのはやっぱすごいなって、やっぱもう辛さに強いなっていうのを実感しましたすごかったです。私ちょっと口に入れた瞬間もう火が吹き出るほど辛かったので、もう本当もう食べれません。青唐辛子食べれません。はい、ラスト10分頑張れ中久保プロ。ちゃうわ小久保や。はい、お山根さん、スパチャありがとうございます。国語プロ一人の配信は予想以上に落ち着いてました。残り10分切りました、頑張ってください。ありがとうございます。落ち着いてました か結構私カミカミで大丈夫かなと思ったんですけど、よかった、落ち着いてるならよかった。みなずちゃん来週楽しみにしてるよ寂しいよはい、今お気に入りのボールはありますか？そうですね、今お気に入りのボールはやっぱりフィジックス SE かな。今最近ね話題沸騰中のフィジックス SE がお気に入りでございます。はい、こんばんは、この間誕生日おめでとうございました。はい、25歳になりました、ありがとうございますね。今後は大人の女性を目指して頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、人見知り、そんな感じは最初から騒いでる感じしか記憶にないあれおかしいな、まあ、確かにチャレンジ中は騒いでるのが多いかな。騒い、基本的にギャーとかピーとか言ってる方が多いんですけども、まあでも真剣に話する時もありますし、そうだな、まあでも基本的にまあうるさいと思います皆さんちょっと耳栓準備が必要かもしれません。はいはい、ミキピーのレッスンはスパルタ教育ですか？
そうですね、みさとちゃんは結構あのなんだろう、優しくって言ったかな。みさとちゃんのレッスンもね好評みたいで、なんかね前回前前の配信で結構人数が来てたっていうのも聞いてたんですけども、みさとちゃんのねレッスンは優しいと思うんですけど、私多分ちょっと厳しめかと思います。結構ボーリングに対してはちょっと厳しめかも。ちゃんとなんだろう、飴とムチじゃないんですけども、いい時はおわーってなりますし、ダメな時、まあダメな時って言い方変ですけども、ここした方がいいですよってちょっともしかしたら厳しめな感じで言うかな。でも基本的には優しくです。お願いします。はい、ミキちゃん初対面でかなりフレンドリーだった気がするな。てかそうですね、もしフレンドリーだった場合はとても喋りやすかったんじゃないかなと思います。はい、ミキプロの美容系 YouTuber 見てみたい。全然美容系になれませんけど大丈夫ですか。私でも化粧とかなんだろう、結構やっぱり自分をどうその見せるか、どうやっぱりうまく見せるかって言ったら言い方変ですけど、どう見せるかっていうのはやっぱ YouTuber だったり、その韓国系のなんだろう、美容系の YouTube だったり、その日本で結構見てたりもするので、化粧公開動画とかやってみようかな。はい、もう少しやね、お疲れ様、シードプロキープしてさらに上目指して頑張ってね、これからも応援してます、チャレンジ優しくしてね。はい、ありがとうございます。そうだね、もう少し、あと残り時間4分ですね。早いですね、1時間で早いですね。はい、ミシちゃん素晴らしかったよ、ありがとうございます。 M1 モンスターと少し頑張って。はい、そうですね、まあ、ちょっとここで、まあ、M1、 今はね今日は M1 だったんですけども、来週は何日だ、来週の20かな、来週の21日は、まあ、同じ時間帯でみさとちゃんと2人でやっと M2 揃います。はい、M2 モンスター2人揃えますんで、ぜひ見てくださいね、お願いします。はい、人見知り、誰が、私です。はい、癒しめのレッスン受けてみたい、バンバン言われたい、あれ。もうすぐ終わりの時間だそうですよ、皆さん寂しいですね。またね、チャレンジマッチとセンター等でお会いしましょうね。はいはい、そうですね、いやでもよかった、お留守番できて。皆さんどうでした、私のお留守番の回ね。みさとちゃんはすごい、なんだろう、私もみさとちゃんのも今日なんだ、復習じゃないね、復習、予習だ、予習、復習は終わっちゃってたわ。予習をみさとちゃんのそのお留守番の回を見ながらその見てたんですけど、いやすごいなと思って、みさとちゃんその1時間の中で、まあそのずっとやっぱり喋りがやっぱ上手いなと思ってずっと見てて、私全然やっぱ喋りが上手くないし、普段多分M2 モンスターね見てる方は分かると思うんですけども、基本的にやっぱみさとちゃんが助けてくれて私も喋り成り立ってるんで、本当に今回一人で大丈夫かなと思ったんですけども、よかった、なんとか1時間できました。皆さん褒めてください。褒めて。いやもう本当良かったです、お留守番ちゃんとできましたということで、みさとちゃんにも褒めてもらおう。後で LINE しよう。はいね、あとね残り2分なんですけどもね、まだまだねコロナウイルスのね、感染がね結構まだまだあるので、外出時には絶対マスクで、常に、まあ、手の消毒用のちっちゃいボトル用とかのアルコールとかも売ってると思うんで、アルコール消毒もしっかりね、していただければと思います。本当に体調が悪かったりしたら本当に無理しないように、外出しないで家でね休むのもいいかなって思うんで、本当に皆様無理しずに、ね、今すごいやっぱ暑いので、なんだろう、私もやっぱ暑くてちょっと体調崩した時もあったんですけども、本当に暑いので、本当皆さん無理しずに水分補給もしっかりと、取っていただいて、元気にボーリングしていただければなって思います。なんで、よろしくお願いいたします。来週は、8月の21日、みさとちゃんと2人で、配信しますので、ぜひ見ていただければと思います。今日は一人で配信できてよかった。よかった。いや、本当不安だったんですよ、皆さん。わあ、すごい。コメコメさん、お留守番完璧ですね。お疲れ様です。最後に、スパちゃん、すごい。ありがとうございます。コメコメさん、ありがとう。コメコメさん、誰、コメコメさん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、
まあ、無事ねあと30秒ほどで終わってしまうんですけども、本当に今日もご視聴いただいてありがとうございます。はい、また、皆様にお会いできるの楽しみにしてます。今日はありがとうございました。お留守番できたよ。バイバイ。